ジェノベーゼソースは、イタリアカンパニア州の特定の地域の国のある、玉ねぎを基本とした、パスタソースである。ルネサンス期に、北部イタリアのジェノバからナポリに紹介されたようで、以来カンパニア州や忘れられた、他の地域で有名になっている。ソースは玉ねぎを柔らかくし、風味をつけるのに長い、準備時間を要することは稀である。ジェノバ様式のを表す名前にもかかわらず、 ジェノベーゼソースは15世紀か16世紀にナポリに紹介されてナポリの主要なパスタであり料理師の重要な要素である。このソースはジェノバとナポリがイタリアの最も重要な港の2つであった時代にジェノバ移民か商人によりもたらされた可能性がある。ジェノベーゼがカンパニア州で広く見られるせいであるために投資家の名前に関係している可能性もある。 ソースに玉ねぎを使うのはフランスの影響を反映しているかもしれず、ベフ・アラモードに似ている。19世紀中央にオランダソースとジェノベーゼソースのサーモンが豪華な料理としてパリのパレロワイヤルのグランベフールレストランで提供された。ジェノベーゼソースはジェノバやリグリア州のペストジェノベーゼやウオ用の赤ブドウ酒や野菜の薬味であるサルサジェノベーゼ。 再度魚を提供するレマンコのソースジェヌボワーズと混同されることはない。ジェノベーゼソースは最低でも2時間、10時間はかけて大量の玉ねぎに牛肉や小牛肉をソテー風に料理することで調理する。玉ねぎは一般的にソフフリットとして知られるミンチ状にした人参やセロリにより加えられる。玉ねぎをゆっくりと料理するのはソースの風味を引き出すのに 特に重要で、白ブドウ酒や煮出し汁、その両方を少しずつ加えることで調理を進める。ソースと加える、相手のパスタは、肉にソースをかけたり、別々に提供したり、トマトを添えたり、ペコリーノをトッピングすることができる。風味豊かなソースを維持するために、リガトーニやジテイ、カンデレのような大きな円筒系のパスタが好まれる。肉600グラム、ゴールデンオニオン1キログラム、 人参 60g、セロリ 60g、オリーブオイル。ペストジェノベーゼのパスタ日本で、ジェノベーゼというと、緑色のペストジェノベーゼを想像するが、本場イタリアで、ジェノベーゼといえば、玉ねぎと肉の茶色のソースとなる。ありがとうございます。